これ一体この国債保有層って誰のことなんですか。国民で国債をですね、そんなたくさん私持ってるという話を聞いたことないんですかね。要するにこれ国民を分断してね、そういう分断をするための言い回しなんですよ。この資料の中でですね、次望ましくない再分配という項目があるんですね。これもまたすごいこと書いてるんですね。でこれには将来世代のうち国債保有層は償還等を受けられる一方で、それ以外の国民は社会保障関係費等の抑制や増税による税負担を被ることになりかねないと書いてるんですね。これ一体この国債保有層って誰のことなんですか。国民で国債をですね、そんなたくさん私持ってるという話を聞いたことないんですかね。一体誰のことを言ってるんですか。お答え申し上げます。ご指摘の国債保有層でございますけれども、この資料におきましては、直接的に市中に流通する国債を保有する個人や金融機関、海外投資家等のほか、金融機関に信託財産などの一定資産を預けることなどを通じて間接的に国債を保有している方を合わせて国債保有層と念頭に置いております。いやいや、それじゃあもう一つ聞いてから言いましょう。じゃあ国債保有層以外とは具体的にじゃあ誰なんですか。お答え申し上げます。先ほど申し上げたような形で、直接的または間接的に国債を保有している方以外の方、この資料では国債保有層以外と念頭に置いております。皆さん分かりました。分からないね。じゃあ、あなたの今の話を総合するとね、要するに銀行にお金預けている人は国債保有層だと、銀行に預金ない人は国債保有層以外ということになりますよ。そういう意味ですか。金融機関に預金を保有している者も国債で、間接に国債を保有している方に含まれるのかというご指摘でございますが、金融機関に預金を保有している者につきましては、国債の償還等を直接受益するわけではございませんが、預金の利回りを通じ、間接的に受益することから、間接的に国債を保有している方と、この資料においては整理しております。じゃあ、聞くけど、預金持ってない人っているんですか。ね、つまりね、こういうね、国民分断する話をしてるんですよ。で、現実なら、あんたの話を聞いたらね、ね、預金持ってる人とが、国債保有層だと、ね、それで預金持ってない人が国債保有層じゃないということになっちゃって、預金も、まあ、預金の高はありますよ、預金の高はもちろん、だからそれは何、お金持ちはだからいいけども、ね、預金を持ってない人は負担だけ被ると、こういう意味になるんですか。間接保有の件でございますけれども、すでに先生のご指摘がありましたとおり、預金等を保有しておらない方がおられること、それから間接保有を含めまして、保有量に応じまして償還費が配分されることになりますので、増税や社会保障給付の抑制等の形で、国民の皆様に負担をいただく際に、負担の方が多くなる方が、生じる可能性がある点を含めまして、国債保有量の観点がそこに存在しているというふうに考えております。まあ、この要するに今の話、あなたの話をね、聞いて、納得してる人、ここ誰もいないと思いますよ、これは。で、ただこのね、この要するに望ましくない配分でこういうふうに書かれると、爽快になと思う人はいるかもしれません。しかし、実態を考えると、要するに、これ、国民を分断して、ね、そういう分断をするための言い回しなんですよ。私はこういう言い回しはね、やめるべきだと思っていますが、財務大臣、どうですか、こういう私は国民を分断するような、そして自立でないですよ、はっきり言いまして、ここに書いてあるように、ね、国民を、国債を保有している層と、それ以外の層と、ね、それによって負担が違うなんてね、自立、国債自体をですね、個人向け国債で持ってるっていうのはね、ほとんどの人いませんよ、それは。ね、だから、自立でないことはあたかもそうかのような、そしてまた今、機嫌を漏した言い訳してるけれども、こういう表現はやるべきだと思いますが、大臣、いかがですか。ご指摘の財務省のこの資料の中の、望ましくない再分配というところの表現だと思いますが、国債が満期を迎えた場合、その償還金は、国債を保有する一部の個人や、金融機関、海外投資家等に支払われることになる一方、その財源にとしてしましては、将来のいずれかの時点においては、増税や社会保障給付費の抑制等といった形でご負担いただくこともあり得ると考えております。この場合、国債保有層以外の方には、増税等の負担のみが生じるのに対して、国債保有層は増税等によって確保された財源によって、国債保有量に応じて国債の償還を受けるということが
ということができると考えられ、財務省の資料ではこのことをもって望ましくない再分配との記述になっているものと承知をいたします。現状におきましては、国債の償還財源は仮開催であるという点について、これはもう西田先生がこれまでもいろいろなところでご指摘をされているとおりでありまして、その限りにおきましてはこうした再分配の問題は生じませんが、償還財源として仮開催ではなく国民の税金等を充てるような局面に至った場合には、このような現象が生じうると考えておりまして、現在の記述が誤りであるとは言えないのではないかと考えております。いやいや、それは今全然ね、今やってる事実じゃないじゃないですか。そもそも今事実は大臣おっしゃったようにね、仮開催でやっていてね、でそれを仮開催をやるのやめるんですか。じゃあそういう話ないでしょ、ね、じゃあそこ言ってくれて、仮開催をやめて税金で取りますなんて言っちゃったらね、財政破綻しますからね、ないでしょ。 だったらこれやる必要がないじゃないですか。確かに現状におきましては、この国債の償還、仮開催でやっているわけであります。そういう中で、順調に今、ことは進んでいるわけでありますが、しかし、これから先、これがいつまで続くのかという、いろいろなリスクを、考えますと、やはり将来において、仮開催でなく、仮開催では手当てできなくて、国民の税金等を充てるような局面がに至った場合には、このような現象が起こりうるということを指摘をしていると考えております。続きの質問いきますが、そこがそういうことを財務大臣としては ね財務省としては言いたくなることは、私も認めますよ、立場上。しかし、一番問題は事実がどうなのかということでやっていかなきゃならないと思ってます。それで次の質問はですね、同じようになるんですがね、この望ましくない再分配の次の項をどう書いてあるかというと、将来世代は自ら決定に関与できなかったことに税負担等を求められ、望ましくない再配分が生じると、こう書いてあるんですね。で、これはまさにですね、先ほど今、大臣もおっしゃいましたけど、国債の発行は、孫子の代に借金をつけ回すと言ってるのと同じですよ。ね、しかし、国債の償還は税で賄ってるんではなくて、元金は仮開催で行っていると、財政負担がないと、でこのことはですね、そしてさらに利払い費の、過半はですね、日銀が今、国債の過半を持ってますから、利払い費そのものも日銀に行って、日銀から今度は、日銀納付金として国庫に戻ると、これはもうすでにね、財務省が答弁して、明らかになってるわけですね。で、そういうことを考えてみると、で財務大臣も今おっしゃったようにね、国債の償還は仮開催でやってますということを認められてるんですよ。で、そうすると、これもまさにね、最初の文章は、国債持ってる人と持ってない人がいて、それとの、ね、分断をしてると。で、2番目の文章はですよ、現世代と将来世代に対して分断をさせてね、要するに底辺だ、底辺だと、ね、いう、そういう不安を大きくさせるためだけの表現ですよ、これは。で、これはこういう表現はね、本当によくないと思います。で、次の世代がね、将来世代は負担が求められると、で望ましくない再配分が生じるとおっしゃってますけれどもね、これ、要するに、国債発行した赤字国債は30年前からどんどん出してるわけですよ、これ。すでに償還期限は、普通10年国債ですからね、もう何年も前からどんどん来てるわけです。そして、われわれ自体がね、すでに孫子の世代なんですよ。ね、30年前から考えると、じゃあそれで増税になって、えらいことになったかといったらなってないんですよ、ね、そうでしょ、じゃあこれ、こういう表現はよくないと思うんです、で仮開催で償還しているということを、先ほど大臣も認められましたけれども、こういう表現を続けていくと、さらに世代間の対立を生むことになると、これも私は表現を訂正すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。国債の償還にあたりましては、60年償還ルールに基づきまして、税収等を財源とする一般会計から、債務償還費を繰り入れているほかは、ご指摘のように、主に仮開催の発行により、財源を調達をしております。
このように仮開催の発行により国債償還の財源を調達している場合には、償還のタイミングで国民に税金等のご負担をいただくわけではないという意味におきまして、西田先生のご指摘のとおりだと考えます。で、一方で将来仮に政府の債務管理について市場から懸念が持たれ、政府の資金調達が困難となれば、経済社会や国民生活に甚大な影響を及ぼしうるといったリスクについては留意しておくことが必要であると考えております。で、こうしたことも考慮いたしますと、将来いずれかの時点では国債の償還を行う際に仮開催ではなくて国民から支払われる税金等を充てることも必要となる局面もあり得ると考えております。ご指摘の資料はこうした考え方のもとに作成されているものでありまして、決して国民に対して事実を隠すとか世代間対立を煽るという意図は全くないということであります。片方で私の言っていることを、ね、お認めいただいているけれども、将来的にリスクが、ね、あるかもわからないと、でそのことを懸念して、書いてるんだと、こういう意味ですよね。で、それは立場上わからないではないけれども、じゃあ、もう質問ね、飛ばしちゃって、それに先行きますよ。で、そういう事態があったのかということですよ。これ、財務省に聞きますがね、要するに、債務がどんどん増えちゃってですね、その消化が大変になってやったと。で、その多分一番言われるのはね、戦前は戦費調達のためにね、巨額の国債を発行したと、ね、でその結果ですね、今、大臣がおっしゃられるようなですね、事態になったんだと、要するに巨額の国債を発行したためにですね、社会が混乱したんだという説明をずっとしてきてるわけですよ。財務省、どうなんですか、それは。事実なんですか。過去にそのような事態があったかというご質問と受け止めておりますけれども、経済の混乱を引き起こすことなく市場から資金を調達することが困難でとなったと、事態といたしましては、例えば必ずしも経済社会情勢がの環境が同じ状況ではございませんけれども、終電直前当時におけるハイパーインフレーション発生時においては、結果的に国民に税金等でご負担をいただいたと承知しております。具体的には当時の日本においては、それまで巨額の軍事費調達のために多額の国債が発行されてきました。結果、債務残高対 GDP が 200% 程度にまで達しておりました。当時の歯止めなき国債発行等が結果的にハイパーインフレーションの発生を招き、政府として財政健全化を試みるために預金封鎖や新円切り替えを柱とする金融危機対策を講じるとともに、財産税や戦時保障特別税の創設という形で国民にご負担をいただいたものと承知しております。ハイパーインフレーションやこれらの施策によりまして、債務残高対 GDP は大幅に低下いたしましたけれども、当時、現預金等の国民資産の各地の毀損を引き起こしたものと承知しております。こういうことを財務省は言ってね、過去、終戦直後にそういうことになったんだと、だから国債発行したらだめなんだというんだけれど、GDP 対、ね、200% って今はもっとありますよ、そもそも、はっきり言いまして。で、その兆し全くないし、そもそもですね、大臣、一番大事なのは、終戦直後のハイパーインフレーションと言われてますけど、その原因が何なのかということですよ、その原因が。で、私は、これ実は国会図書館でずっと国会になってから資料を調べてきました。そうすると事実としてですね、国債を発行していたときには、ハイパーインフレーション何も送ってませんよ、普通の経済ですよ。ね、で、国債発行したときは、そのハイパーインフレーション起こってないんです。終戦直後から以降、ずっとですね、国債発行自体が禁止されてきたんですよ、GHQ によって、そもそも。ですから、終戦時は国債発行してインフレーションになったんじゃないです。で、なんでなったのかと。で、それは要するに、戦争の末期ですね、都市という都市はみんな焼かれました。要するに生産能力が激減してるわけですよ、激減。で、供給力が激減している、しかも戦争終わって、外地から日本、内地にですね、600万人ぐらい、統計、全部で800万人ぐらいね、帰ってこられてるわけですよ、1年で600万人人口増えてるわけですね、で当然、需要は増えてます、そして、その中で、戦前はですね、欲しがりません、勝つまではという法律を作って、方針出してたわけですよ。
国債発行したけれども、それをバンバン供給力を上回るような形で使ってもらうと、インフレになると、それを当時の大蔵官僚はみんな分かっていたわけですよ。だから統制をしてですね、戦費調達、戦争遂行のために予算、ね、国家総動員法でやってきたわけです。で、それがいいとか悪いとかじゃなくて、事実そうだったんですよ。で、その結果、戦時中はインフレ起こってないんです、そういう。で、戦後、その保守ニア戦勝つまでは終わり、そして一度にですね、この内需が増えてしまって、供給力が追いつきませんから、当然インフレになります。だから我々が気をつけなきゃならないのは、そちらの方なんですよ。財政で戦前でもですよ、200%、ね、で戦前の時何も起こってないし、今も起こってません。終戦直後に起こったハイパーインフレーションというのは、まさにそういう需要と供給のアンバランス、これを制御できずに、そしてもっと言えば、供給力をですね、ね、アメリカ戦争によって徹底的に毀損されたんですよ。そこから来てるんです。これは事実です。さらに今、財産税課税とか言いましたけれどもね、いわゆる、これは財産税課税という形で、この国民の信用切り替えで預金封鎖しやるんですけれども、これで一番税金取られたのは誰かというと、皇室ですよ。皇室財産の 97.5% これで取られたんですよ。今言われている高騰は先行きどうなるんだという話、親戚効果も、この財産税課税によってされたんですよ。これ事実なんですね。これ国会図書館で調べて、そういう話なんです。ところが、こういうことを戦前の終戦直後のインフレがどうだと、何が原因だと、ね、それから今の高騰の危機が何で起こったのかと、すべて終戦直後に起こった GHQ の政策なんですよ。で、このことをしっかり前提としないと、私は大きな間違いすると思っています。で、特にその時にもう一つ GHQ が作ったのが、財産税課税だけじゃなくて、財政法ですよ。要するに財政の自由度を奪う法律ですよ。その法律によって今、日本は大変なこのデフレに陥っているわけですよ。本来、子育て支援もですよ、国防費も教育支援もやっていかなきゃならない。ところがそれができない、できにくい環境になってしまっている。それ何かというとですね、すべてそこから始まってるんですよ。ですから、ぜひですね、大臣にちょっとお聞きしたいのは、そういう事実、おそらく私、偉そうに言ってますけど、私自身はこれ、国会図書館で調べましたからね、さまざまな資料でそれが分かりますけれども、教育されてないし、それを共有できてないんですよ。で、この問題、大臣、どう思われますか、今聞いて。まあ、これからの財政を考えていく上では、やはり過去の検証というものが重要であると、そういうふうに思います。まあ、戦後のハイパーインフレの要因については、確かにおっしゃるとおりに、生産する工場も何もない中で、需要が一気に増えたということの影響が大きかったと、そういうふうに思います。ただ、これから先、国債の依存度がさらに増えた場合に、今は借り換え制度もうまく回っておりますけれども、将来、ひとたびこの市場の信任が失われた場合に、どういう影響が出るかということ、財務省としてはやはり最悪のシナリオとは言っては言い過ぎですけれども、ある程度のリスクを踏まえたことも併せ考えていかなければならないと思います。いずれにしても、過去の経緯というものは検証する必要が、これから先の財政運営にとっても重要なことであると思います。今、だから過去の経緯について検証するということをね、おっしゃっていただきましたが、それ、お約束してくださいよ。もう一度お願いします。具体的などの政策に結びつけてということではありませんけれども、一般的にですね、将来の財務省として財政健全化ということも一つの一方の大きな柱でありますから、それを考える上においては、過去の経緯というものもしっかりと検討する必要があるんだと思います。伊沢君。この30年間、企業が投資をしなかった。貯蓄超過だったというのがですね、一番大きな問題だと思っています。そこでこれ、財務省にちょっとお聞きしますよね。バブル後、民間企業は貯蓄超過が30年にわたり続いていると。で、過去異次元の金融緩和などを続けてきたが、民間企業の借り入れは増えなかったんですよ。この時すべきなのは、内需拡大、財政出動による積極投資であったと私は思っておりますし、訴えてきました。しかし、現実には財政再建ということをですね、盾にして、十分されてなかったと。で、しかし、そういう一方でですね、国債の償還は仮開催で、事実上、財政負担がないと。
で、さらに利払いも半分以上はですね、日銀が国債を持っていますから、国庫納付金で、日銀に渡った分は最終的には国家に返納されると。で、この事実をすでに、財務大臣も財務省も認めているんですよね。しかし、そうはいうものの将来どうなるかわからないと。で、今はいいけど、これから市場がどうなるかわからないということで、まあ、こういう答弁を繰り返しておられましてね、特にこれから利上げが始まると、でするとさらにね、なおさら国債の利払い費が増え、財政を圧迫すると財務省は、まあ、喧伝をしているわけです。で、しかし、ここからは問題なんですけれどね、政府には1200兆を超える国債がありますが、同時に政府には534兆円に上る金融資産があると聞いております。で、2022年度ではですね、その利息等は年間3兆円国に入ってきてるわけですね。そうすると、国債利払い費は2022年度で 7.3 兆円だと聞いてますがね、ネットの政府の利払い費は 4.3 兆円に過ぎないわけですよ。で、このネットの利払い費、実質政府が払っている利払い費は、これ、GDP に比べて、ですから560兆ぐらいの GDP で 4.3 兆ということはね、もう極めて 1% もはるかに少ない、6% か 7% ぐらいの話ですよね。で、それを考えると、これは OECD で、実はこのネットの利払いも報告されてるんです。G7 各国の GDP のネットに対する、利払い費は、比率はどうなってるのか、教えてください。お答え申し上げます。OECD が本年5月に公表いたしました最新の経済見通しによりますと、G7 諸国の令和4年、2022年における一般政府のネットの利払い費の対 GDP 比は、日本が 0.28%、カナダが三角、マイナス 0.36%、ドイツが 0.48%、フランスが 1.89%、米国が 2.98%、イタリアが 4.01%、英国が 4.02% となっておりまして、G7 諸国の中で2番目に低い値となっております。ということはですよ、今まで財務省はね、日本の国債がですね、GDP の 200% を超えてますしね、大変な借金大国で大変なんだと言ってるけれども、現実にはですね、先ほど言ったように、この利払いそのものが仮開催なんですよね、財政負担ないんですよ。で、問題は、それでも利息があるじゃないかという話になるんだけども、利息も、ね、政府の持っている金融資産があるから、ね、先進国の中で下から2番目 の、 そのネットの利払い費の低さ、アメリカなんか 4% はるかに超えてるわけですよ。圧倒的に政府の、日本政府の方が、この いわゆる、このネットの利払い費を考えてもですね、財政的な負担は少ないし、もっと言えば市場の信任というのはまさにね、日本の方が高いということじゃないんですか。はい、じゃあ事務的に答えられなかったら大臣違うよ。じゃあ財務省主計局吉野次長。はい、ネットの利払い費につきましてはその通りでございます。 G7 の中で2番目に低い値となっておりますけれども、ネットの利払い費が G7 の中で小さいとはいえ、支払い超過、赤字でございまして、例えば支払い利子と受け取り利子が同じ割合だけ増加した場合には、純利払い費もその割合だけ増加いたしまして、財政が悪化するものと認識する必要がございます。とりわけ、これまで低金利で大量の国債を発行していたことを踏まえますと、今後の金利上昇による純利払い費へのインパクトが大きくなることが想定されることから、財政の圧迫につながる恐れもあると考えております。いずれしましても、純利払い費が低水してきた中にあっても、先進国最悪の水準まで財政が悪化してしまったことについて重く受け止める必要がございまして、引き続き歳出歳入両面改革を通じまして、財政健全化を進めていくことが重要と考えております。ちょっと今の意味がよくわからないんですよ。要するに、国債利払い費が、ね、増えれば、当然、支払い利息の額は増えますよ。しかし、同時に、それは市場で決める金額でしょ、あなたが言うように。ね、で市場の変動によって受け取り利息の方も変わるんですよ、もちろん。一方的に支払い利息ばっかり増えるなんてことはありえない。当然、支払い利息が増えれば、ね、受け取り利息も増えるから、ネットの利払い費の差というのはですね、ね、結局そんな開いてこないんですよ。そうじゃないですか。先ほどの繰り返しにややなりますけれども、受け取り利子と支払い利子の間にすでに開きがございまして、ネットでは支払い超過になっておりますので、その割合がまあだんだんと増加していったといたしましても、純利払い費のその割合だけ増加いたしまして、いわゆる差額は大きくなっていくものと認識する必要がございますので、財政圧迫につながるものと考えております。あなたの話、誰もね、もう笑ってますよ。
はっきり言いまして、要するにネットの利払い費、まあ、要するにこの差はね、確かに、岸原利息も浮き取り利息も、ね、それぞれ増えてきますけれども、残高が1200兆と530兆だから、それはね、差が多少開きますよ。しかし問題は、国際的に比較してみてですよ、ね、GDP に対して圧倒的に少ないんですよ、ね、0.4 か5かなんかいったのかな、でアメリカなんかその10倍ですよ、アメリカなんか10倍、ね、ここの方がよっぽどね、とんでもない利払い費を負担してるわけですよ。でアメリカと日本と比べて、どちらが財政的に安定していると考えられるの、じゃあ。お答え申し上げます。どちらが安定しているかということには、一概にお答えしかねますけれども、先生ご指摘の金融資産、国の財務書類に基づきまして算出されたものと、考えておりますけれども、例えば、先ほどの答弁とは違うアングルでお答えいたしますけれども、外為特会が保有する資産の大幅な、大半がですね、ごめんなさい、大半が外債であることも踏まえますと、一概に国債金利の上昇と連動して政府の受け取り資が増加するということにもなりませんので、やはり我々としては保守的に財政健全化に努めておくべきではないかと考えております。もう分かりました。あなた方の頭の中にあるのは、事実を見るんじゃなくて、ね、財政は健全化させなきゃならない、で国債残高減らさなきゃならない、利息はちょっとでも少なくならない、ならないというね、もう間違った教義で動いている財務心理教そのものじゃないですか、それじゃあ。そうじゃなくてね、もう一つじゃあ言いますよ、ね、今これ、ネットでは、3兆円の受け取り利息あるから、7.3 兆円の支払い利息を引いて、ね、まあ、4兆円程度だと言いましたけどね、そこにもともとさっき私が言った日銀の、ね、から入る納付金があるんですよ、でこれは、ね、1.9 兆円だ、2兆円ぐらいだと聞いてますよ、そうすると、ネットの財政負担ってね、金利が2兆円足らずですよ、余りですよ。ね、何を言ってるんです、これで財政危機だと言ったらね、世の中笑いますよ、本当に。ね、こういう状況なんですよ、大臣。ね、この事実を踏まえて、日銀の政府のネットの利払い費は G7 に比べてもかなり低いと。で、利上げで財政負担がね、増えるということも事実上ないわけですよ。ですから、今回のこの法律で内需を拡大して投資を増やそうというのはもちろん賛成なんだけれども、そもそもですよ、内需の拡大のためには、本法の成立はもちろんだけれども、積極的な財政出動が大事だと、でにもかかわらず、利上げで、そのためにですね、財政が破綻するようなことを恐れて、財政出動の増加を恐れてきたことが失敗で、もうこれからはしっかりね、そういうことは心配ないんだから、財政出動を増加させるべきだと思いますが、大臣のご所見をお伺いします。冒頭、西田先生から、財務省は、当座はうまく回ってたとしても、将来はいろいろなリスクがあって、心配だということを言っているというお話が、ご指摘がございましたが、やはりいろいろなリスクにも備えていかなければならないんだと、こういうふうに思っております。したがいまして、私どもといたしましては、財政健全化というのは、一つの大きな柱であると思います。しかし他方で、歳出削減にこだわるあまりに、真に必要な財政出動を怠ること、これも一方において適切ではないと、考えております。令和6年度予算におきましても、防衛力整備の強化や子ども・子育て支援のほかに、科学技術振興費などについても、過去最高額の予算を措置しておりますが、今後とも必要な政策課題にはメリハリをつけながら、十分な対応を行ってまいりたいと思います。岸田総理も経済あっての財政だということを言っております。そのこともしっかり踏まえたいと思います。はい、はい。今日は消費税を軸に質問をしていきたいと思います。まずは、青木局長にお伺いします。今日いらっしゃってますかね。4月8日の本委員会での私の質疑にて、なぜ日本は消費税減税を短期間で行えないのかという問いに対し、青木局長は他国を例に挙げ、過去に税率を引き下げたドイツやイギリスにおいては、消費者への転嫁については日本ほど厳格な取り扱いをしていないのではないかというふうに考えておりますと答弁いたしました。その言いぶりだと、税率を引き下げた際のイギリスやドイツの対応が、事業者も国もいい加減で適当だ、しかし日本はそうじゃなく、財務省が優秀で、事業者にきちんと転嫁をさせているという主張になりますが、青木局長、この発言に問題ないでしょうか。そもそも日本において消費税を下げたことがあるでしょうか。ないにもかかわらず、イギリスやドイツのようにならないと言える根拠を教えてください。
お答え申し上げます。ドイツ、イギリスにおきまして、過去に税率を下げた際の対応でございます。付加価値税率の変更の際ですね、総額表示義務の下で、価格設定、それから価格変更のタイミングを、事業者が比較的柔軟に判断しているというふうに承知しております。他方で消費税の転嫁につきましては、日本、厳格な対応をしているということで、これまでも、最終的な、消費者にご負担をお願いする、転嫁するという考え方の下で、税率の引き上げにあたっては、公共料金などを含めまして、広く適正に転嫁を行ってきたところでございます。財務省答弁、4K と私は言ってますけれども、巧妙に聞かれたことに答えず、煙に巻くと、相変わらずお見事です。そもそも青木局長、前回の答弁冒頭で、諸外国の制度につきまして、詳細に承知しているわけではございませんがと前置きしています。でたらめもいいところだと思います。大体6月からの定額減税の際には、給料明細に減税分を記載しろと義務付け、従わなかったら労基法違反になるとまで、官房長官が会見するほど高圧的な脅しをかけたが、現状、事業者からはさまざまな批判が上がっており、事業者が従うかは不明です。にもかかわらず、あたかも財務省の作った素晴らしいシステムで、事業者が素直に従っているかのような言いぶりはどうかと思います。鈴木財務大臣、青木局長のこの答弁、イギリスやドイツに失礼じゃないでしょうか。答弁修正した方がよくないですか。別に失礼とかいう話ではないんだと思います。局長がお答えましたのは、日本においてはもうしっかりとこの消費税率が決まれば、それを必ず反映しなくちゃいけないということに法定上もなっているわけでありますが、この他の国によってはですね、その辺は柔軟に対応できるということがあると、これ、事実でありますので、そのことを指摘をしているんだと思います。それは財務省の言い分はそうなると思うんですけれども、実際にじゃあ、日本で消費税を引き下げたことがないわけですから、じゃあ、そこまでおっしゃるなら、複数税率やめて、一旦 8% の減税に合わせたら、減税して 8% で、減税してみたらどうでしょう、試してみたらどうでしょうか、インボイスも煩わしいものいらなくなりますし、単一税率で。お答え申し上げます。消費税、全世代型社会保障の貴重な財源として位置づけられておりますので、その引き下げについては適当ではないというふうに考えております。毎回の答弁ですよね。要は4K 費に、社会保障 4K 費に使うって毎回言われますけれども、お金に色はついてませんし、だったら特別会計に、消費税するべきじゃないでしょうか。時間もないですから、次に進みます。またこれ、改めてまた質問していきたいと思います。あたかも諸外国は税制がいい加減で適正ではない、友好国にそうとなれかねない表現ですから、国際問題に発展しないようしっかり指導し、修正すべき点は大臣、修正をしてください。次に、電気料金について伺います。資料1をご覧ください。国民が大増税や、物価高によって悲鳴を上げている中で、生活の根幹を支える電気料金が6月分から大幅に値下げをされ、報道によると、関電 46.4%、東電 20.9%、一番値上げ率の低い、中国電力 14.4%、もはや個人の省エネ努力だけでは対応できないレベルではないでしょうか。激変緩和の補助金の延長をすべきだと思いますが、経産省にお伺いをいたします。お答え申し上げます。エネルギー価格の激変緩和措置は、国際情勢の緊迫化等を背景として、エネルギーの国際価格が急騰する中で緊急対応として実施してまいりましたけれども、電気料金の激変緩和対策につきましては、LNG や石炭の輸入価格がロシアのウクライナ侵略前と同程度に低下した状況等を踏まえまして、5月末まで講じることといたしました。激変緩和措置の終了に伴いまして、1キロワットアワー当たり 1.8 円の支援がなくなりますが、これは各社の規制料金のモデルケースで申し上げれば、平均で400円程度に相当するというふうに承知しております。一方で、この規制料金は自由化後の経過措置として残っているものでありまして、家庭向け電気料金は実際には自由料金が6割以上を占めております。現在の燃料価格のもと、これらを合わせて試算すると、これまでで最も高かった激変緩和措置の実施直前である2022年12月使用分の水準と比べて、1割程度低くなる見込みであります。今後、家計や経済活動への影響を抑えるためにも、エネルギーコストの上昇に強い経済構造への転換を進めるべく、徹底した省エネに加え、
再エネや原子力などエネルギー自給率の向上につながる脱炭素電源の活用を進めてまいります。その上で予期せぬ国際情勢の変化等により価格急騰が生じ国民生活への課題の影響を回避するための緊急対応が必要となった場合には迅速かつ機動的に対応いたします。ありがとうございます。レクでも経産省さんからいろいろ聞いて、納得できる部分もあるんですけれども、この表資料1にもあるように、やっぱり2019年、そこと比べると、大体2、3割ぐらい、高い状況で、電気料金高止まりしますんで、ぜひ、補助金の延長を検討いただければと思いますが、もし延長しないということであれば、幅広く国民が利用する電力について、付加価値税 20% にイギリスでは 5% の軽減税率です。我が国でも電気料金にかかる消費税は見直すべきと考えますが、いかがでしょうか。また、電気料金の一部、再生可能エネルギー発電促進付加金にも消費税がかかっています。とりわけこの部分は二重課税的な要素もありますので、非課税にすべきと思いますが、鈴木財務大臣、ご検討いただけないでしょうか。お答え申し上げます。電気料金、それから再エネ付加金につきましては、認可制などの仕組みによりまして、電気利用者に過重な負担とならないようなならないようすでに手当がされていることを踏まえまして他の公共料金と同様軽減税率の対象とはしていないところでございます。また課税対象から除くべきという指摘もございますが消費税は広く薄く負担を求めるというご趣旨から幅広い取引を課税対象としておりまして電気料金再エネ賦課金を課税対象から除くといった対応は考えてございません。はい、毎回これも同じですね。財務省答弁と私、呼んでますけれども、財務省答弁、今度は新 4K、困ったら苦し紛れに決まり文句を繰り返す、相変わらずお見事です。またこの議論は、次回にしたいと思いますが、インボイスの議論をしたいと思います。昨年10月のインボイス導入以降、約8ヶ月が経過をいたしました。資料2、3をご覧ください。ストップインボイスの今年の3月から4月にかけてのウェブアンケートでは、わずか2週間で7000件を超える回答が寄せられたとのことです。導入前から特に懸念事項だった価格転嫁ができるかの質問に対して、24.3% が値上げなどができなかったため、身を削って補填、売上や貯蓄から捻出した、さらにひどいことに、借り入れをして補填した事業者が約 3%、そしてここが一番深刻なアンケート結果内容なのですが、インボイス未登録事業者については、重要な発注元、売上先との取引状況において、インボイス未登録を理由に値引きされたが 20.4%、取引先から明言はないが、発注が減った、値引きされたなどの不利益があったが 19.1%、インボイス未登録を理由に取引排除にあったが 5.4%、合わせると 44.9%、実に半数近くに不利益があったという結果内容です。そして今後の事業の見通しについて、53.8% の方々が事業、仕事の見通しが悪く、不安と回答しています。これでは日本経済の先行きは、これで日本経済の先行きは本当に明るいと言えるのでしょうか。インボイス導入によって、かつての日本経済の原動力と言われ、ものづくりジャパンの原動力とまで言わしめた中小零細企業の活力をそぐことになり、将来的には大幅な供給力と、技術力と人材を失うことにならないでしょうか。政府は一体何を目指しているのでしょうか。このようなアンケート結果がさまざま出る中、財務省は現状をどう認識し、分析しているのでしょうか。インボイス制度はやはり一旦見直すべきではないでしょうか。鈴木財務大臣にお伺いをいたします。インボイス制度につきましては、事務負担、税負担、取引関係等に関する指摘がある。さまざまなアンケートでもそういう指摘があるということは承知をいたしております。で、インボイスをこの廃止も含め見直すべきではないかというご指摘であると思いますが、インボイス制度は複数税率の下で、課税の適正性を確保するために必要な制度ですので、廃止をするのではなく、各省庁と連携しつつ、事業者の抱える課題等を把握をして、きめ細かく対応していくことが重要であると。考えておりまして、これが基本的な考えであります。はい、でもそれ財務省の言い分なんですよね。去年、総理に私予算委員会かなんかで質問したんですが、こういった懸念事項さまざま考えられるけれども、総理としてどう政府としてどう対応するのかという問いに対して総理はきめ細かくこういうことで注視しながらしっかりと対処していく、こういうことにならないように、対処していくと言ったにもかかわらず。わずか8ヶ月で、こういうアンケート結果です。ということは、
まあ、その懸念事項がそのまま現実になってしまった、そう思います。小規模事業者、個人事業主、フリーランス、弱い立場で働く皆さんを苦しめる、苦しめ続けるインボイスの廃止、まあ、政府に強く求めたいと思います。続きまして、還付金についてちょっと質問いたします。資料4をご覧ください。輸出還付金の仕組み、お金の流れを示しています。ここでは消費税込みで年間300万円の売り上げがあり、年間仕入れ額が税込みで200万円の会社を例にします。時間がありませんので簡単に説明すると、取引先が国内なのか、海外に輸出するかで得られる粗利益が大きく変わってきます。上にある取引先がすべて国内の場合は、100万円の粗利益に対し、約9万円の消費税を納付するので、約91万円の粗利益になります。下にある海外に輸出する場合は、逆に約18万円の消費税の還付を受けることができるので、粗利益は約118万円となります。粗利益の差は実に約27万円になり、およそ3割も違ってきます。各国も同じような輸出還付金の仕組みを持っているし、為替や、まあ、関税のリスクもあるでしょうから、下駄を履かせるのは分かります。まあ、そういった意味で、日本だけ輸出還付金を廃止しろとは、国際競争力を維持する面からも、この場では申し上げませんが、まあ、大手企業、大手輸出企業を中心に、今や内部留保が618兆円を超えています。加えて過度な円安による為替差益、海外の物価が日本の2倍、3倍と高いことによる日本の大手輸出企業にとっては、国内よりもはるかに付加価値をつけやすい環境といいことづくめですから、何らかの形で日本の内需拡大のために貢献いただきたい。例えば賃上げ、少子化子育て対策費、税と社会保障費の国民負担率を下げるために、大手輸出企業には世界の潮流である法人税の最低限率の引き上げを筆頭に、租税特別措置の見直しなど、税の大の負担をもうそろそろ求めてもいいんじゃないでしょうか。鈴木財務大臣のご見解をお伺いします。最後お願いします。詳細な資料をお示しいただきましたので、一点その点についてコメントをさせていただきたいと思います。委員ご指摘いただきましたこの資料でございますが、国内取引と輸出取引で売上が変わらない、まあ、同じ300万円ということで前提になっておりますが、輸出取引につきましては、我が国の消費税が課されないことになりますので、いわゆる本体価格のみが取引相手に対して要求されるものとなると思います。したがいまして、輸出取引の場合は正しい資産としては、売上は272万7273円となりまして、仕入れ額を控除した利益の額が72万7273円、これに還付される額を足しました、額が90万9391円となりまして、まあ、同じ金額になるという点だというふうに私どもは考えております。で、法人に対する賃上げとかですね、投資とか、そういったところをしっかりというお話でございました。その点につきまして、まあ、今年度改正におきまして、賃上げ税制の強化とかですね、させていただいておりますので、しっかり対応してまいりたいというふうに思っております。もう時間終わりますけれども、今の全く違いますからね。価格の一部ですから、もう300万としたら300万の価格ですから、日本だろうが海外だろうが持っていけば300万です。またこの議論続けたいと思いますので、次回もよろしくお願いします。質問終わります。久々に農水委員会で質問をさせていただきます、亀谷彦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はインボイス制度について伺いたいと思います。一つ事例を出します。中海漁協の例です。中海漁協から深刻な相談が上がっております。で、内容についてですが、今日資料をお配りをしてまして、まあ、1枚目、中海漁業協同組合について、まあ、インボイス制度がスタートするとどうなるかと、まあ、今はまだ、経過措置期間ですけれども、まあ、この表を見ながらお話をいたします。中海漁協、ここはですね、まあ、後ほどお話をしますけれども、もともと諫早湾のように、国営の中海干拓事業というのがあって、これが工事が進められ、で、中海の漁協は、一時、まあ、漁業を諦めたといいますか、保証金を受け取って、で、漁業権を返して、で、本格的に漁業ができなかったわけですけれども、この干拓事業が止まったので、淡水化事業が止まったので、まあ、もう一度、その漁業をやりたいということで、かつて生産されていた赤貝、サルボウ貝ですけど、これを養殖
ここ数年、努力して復活させていこうと、そういう取り組みをしている漁協です。でこれまでこの中海漁協が払っていた消費税というのは、組合員からいただくその委託手数料、これが大体50万として、でこの50万に対して消費税が 10% かかっていたので、大体5万円程度納めていたそうです。でそれがインボイスが導入された結果どうなっているかということを今からご説明します。この下のこの表がありますね。で支出合計、その隣に組合員との取引、1384万6867円、これがですね課税標準額になったわけです、いきなり。でこれの 10%、 その隣にありますよね、122万3529円、この金額を中海漁協に払ってくださいというのがインボイス制度が導入された結果なんです。で今経過措置期間なので、令和6年ですとこの 80% 仕入れ税額控除ができるので、 80% を引くと、24万4706円、これが今年中海漁協が支払う消費税なんですけど、今まで5万円程度だったわけですから、もうすでに5倍近いわけですね。でこの経過措置が終了する令和13年3月期以降は、この122万3529円丸々支払えというのが、このインボイス制度が導入された結果なんです。でこんなことになったらですね、廃業せざるを得ませんよ。今大変追い詰められておりまして、この状況を、農水省はどのようにお考えでしょうか。農協特例とか市場特例とか、そういうのが適用されていない中海漁協に対して、簡易課税であるとか特例であるとか何かしら必要だと思いますけれども、大臣のご見解を伺いたいと思います。一般的に漁協が漁獲物を取り扱う場合には、委託販売と買い取り販売があるというふうに承知しております。委託販売の場合には無条件委託等の要件を満たせば、これは農協と同じですので、仕入れ税額控除にかかる協同組合特例の対象というふうになります。また買い取り販売の場合には、中海漁協の事業規模から言えば、基準期間における課税売上高5000万円以下の事業者として、これは簡易課税制度を選択することが可能というふうに考えられます。このような制度につきましては、農林水産省といたしましても、制度導入前から財務省と連携をいたしまして、オンライン説明会を累次実施してきたところでありまして、また島根県からも同様な説明が行われているというふうに承知をいたしております。そうした選択肢の中で、どのような選択を行うか、これは漁協の方でその選択を判断していただきたいというふうに思うところであります。はい、そのような話は県から伝わってないようですし、とにかく頭を抱えておりまして、普通にこれだけ聞くと、一体どういうことになるのかと、当然心配ですよね、廃業に追い込まれますから。それで、じゃあ中海漁協、簡易課税も含めて、どういう対応ができるのかというのは、ちょっと農水省とまた県と、相談をしていきたいと思いますけれども、こういう環境に置かれている生産者というのは、農業も含めてこの漁協だけの話じゃないです。1000万円以下の売り上げの生産者というのは、島根県にも5万とおられて、でその人たちが今後この経過措置期間が終わった後で農業を続けるべきかやめるべきか、もう今から悩んでます。
多分続けられないでしょう。そのぐらいこのインボイスの制度の影響というのは甚大なものがあります。そこで今日あの財務省の方にもお出かけいただいておりますが、インボイス制度の導入目的をまず説明をしてください。でこれは軽減税率とセットでインボイスが導入されたと承知していますが、そうであるならば軽減税率をやめればインボイスというのも必要がなくなるものなのかどうかという点、それからですね、この、まあ、インボイス制度を導入した理由、例えば免税事業者を減らしたいとか、まあ、益税が発生しているかどうかは別として、まあ、そういうものもっと、まあ、消費税を取りたいから始めたんでしょうけれども、一番の疑問なのは赤字事業者から取るのはなぜですかっていうことなんですね。で、中海漁協も今年はですね、赤字だそうです。それは去年の夏が暑すぎたこともあるでしょう。気候変動の影響があって、なかなか、思うように取れないわけですけど、その年の、まあ、自然相手にしている、なりわいですから、漁業にしても農業にしても、まあ、赤字のことはあるでしょう。それでも消費税を取り立てるっていうのはどういうその発想なのかということも財務省にお伺いいたします。お答えさせていただきます。まずあのインボイス制度の導入目的でありますけれども、このインボイス制度につきましては、売り手と買い手の適用税率に対する認識を一致させることで、複数税率の下での課税適正性を確保するために必要な仕組みとして導入したものであります。これまでもこうした制度趣旨をご説明してきておりますけれども、政府として単一税率の下でのインボイス制度の必要性を主張してきたものではありません。で、いただきました赤字企業でも消費税の納税が必要となるのはどうかという話です。につきましてはですね、消費税は企業の黒字、赤字とは関係はなく、売上時に受け取った消費税額から仕入れ時に支払った消費税額を引いた額がプラスとなっている場合にはその差額を納税していただき、マイナスとなっている場合にはその差額が還付される仕組みとなっております。こうした仕組みは諸外国でも同様でありまして、赤字企業でも消費税の納税が必要となることに問題があるとは考えてはおりません。なお企業が赤字の場合であっても消費税の納税が必要となる場合があるのは事実ではありますが、課税される売上が仕入れよりも少なければ、仕入れ税の還付を受けることとなり、こうしたケースも実際に相当数あるものと認識しております。はい、あの売り手と買い手を、まあ、一致させるためというようなご答弁がありましたけど、消費税の仕組みというのはいわゆるその預かり税ではないですよね。例えば1000円のものを買って1100円払って、でその100円分が消費税に当たるわけですけど、その100円分をね、売れた分かき集めて、でそっくりそのまま過不足なく納めるという制度じゃないですよね。どちらかといえば売上税ですよね。売上に対して 10% かかっている。だから誰が消費税を納めているのか、それは仕組みとして価格転嫁ができるという前提で、価格転嫁ができれば消費者が、まあ、その分消費税を払うわけですけど、できない状況だと事業者が負担するわけですよ。でその負担が大きくなっていることが問題で、今の問題というのは、例えば農家ともお話をしました。じゃあトマト農家があります。でトマトの値段というのは20年間変わっていません。その中で消費税だけが上がってきていて、でそれがまあかなり負担になっているわけですね。で今このインボイス制度も導入されて、売上が1000万以下のところにも消費税を払ってくださいとなったときに、後で還付されますというふうに、まあ、財務省はおっしゃいますが、その1回納めるために借金することになるんです。だから借金してまで消費税を納める必要があるのかとみんな考えておりまして、そんなことするんだったらもう廃業すると言っております。こういう人たち、た
たくさんいますよ。そういう問題意識はありますか。もう一回ちょっと財務省に伺いますけれども、赤字事業者に消費税を納めさせるっていうのはどういうことなんでしょうか。はい、お答えさせていただきます。消費税は経済的に税を負担する能力である単税力を消費に認めて、課しているものであります。納税義務者は事業者ではありますが、最終的な負担者は消費者となることが予定されておりまして、消費を行う消費者の消費者ほど、消費を多く行う消費者ほど単税力が高いものとしてより多くの税をご負担いただくこととなっております。なお繰り返しになりますけれども、消費税は売上時に消費者等から受け取った消費税から仕入れ時に支払った消費税額を差し引いた額がプラスかマイナスかに応じて納税したり還付を受けたりする仕組みとなっておりまして、赤字企業の皆様にも納税義務を果たしていただくことにご理解いただければというふうに思います。はい、理解はできませんけれども、ここで繰り返していても解決にはならないので、私の考え方を申し上げました。で、これ農水省がインボイスを導入したわけじゃないので、やはり財務省の方に問題があると思いますけれども、これほっとくと本当に生産者がいなくなります。1000万円以下の生産者たくさんおりますから、廃業に追い込まれる人たちがこの経過措置期間の後かなり増えるということは覚悟した方がいいと思いますし、その前に何らかの対策を取るべきだと思います。